ホストバスアレナよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西、さあ試合開始です。さあ立ち上がり、慎重に攻めたいところ。スライディング、シュート、キーパーこぼした。コーナーキックを得ました。キーパー正面。さあ、どちらがボールを支配するのか。危険なタックル。左サイドに展開します。スペースを埋めます。ドリブル、オフサイドにはならなかった。ここで折り返す。オフサイドの網にはかからない。キラーパスになるのか。
ング。これはゴールキック、狙いすぎたようです。華麗なドリブル、ワンツーシュート、セービング。これはファウルです。キーパーが指示を出しています。ドリブル、前半戦終了。後半戦開始の笛です。Take it, don't be but do.後半10分経過。これは気をつけないと。ニアに合わせた。キラーパスになるのか。ワンツーシュッ。ゴル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 ゴ動き出しが素早いです。さあこのまま攻め上がれるか。シュートだ。空中戦。類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。
キラーパスになるのか。試合時間は75分が過ぎました。繋がればチャンス。おっと奪った。おっと、選手の交代が行われる模様です。さあ、ここからどうする。この時間帯で追いつきました。ただいまのゴールシーンの振り返ってみます。ねじ込んだ。ドリブルで上がる。ワンタッチ。ふわっと上げる。ワンツーシュート。ここで笛です。同点のまま試合終了。手に汗握る熱戦でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合。